阪神ファン、あれの瞬間の見えない可能性が浮上しぶち切れる。あれ目前になって、9.15 問題に多くの虎党が頭を抜かれている。マジック5で最短 V は14日、巨人戦、甲子園だが、12日からの7連戦中、15日、広島戦、マツダのみ、広島地区以外での地上波中継の予定はなし。緊急中継を決行するテレビ局が現れない限り、歓喜の瞬間を地元関西の地上波ではリアルタイムで共感できないという、由々しき事態に直面している。広島地区では、日本テレビ系列の広島テレビが中継、それ以外の地区での地上波中継は予定されておらず、阪神戦を多くネット配信している、トラテレとダゾーンでも、ビジターの広島戦は配信対象外だ。大阪局関係者は、気持ちとしては放送したいですけど、大人の事情や契約の問題がありますから、と声を潜め、局には11日だけで視聴者から20件ほどの中継要請のメールや電話があったという。あれの瞬間を見届けたいファンの思いは届くのか。広島の試合は諸々の事情で視聴方法かなり限られてるからな。地上波はともかく、ES、さらにはネット配信数をやらせないのはさすがに問題だと思う。パリーグテレビみたいに、セリーグに統一された配信チャンネルがないのは、広島のテレビ局が一番の原因だと言われてるくらいだし、今はもう昭和でも平成でもないですよ。目先の視聴率が全てではないですよ。個人的にはマスターでは決めてほしくないな。圧倒的ビジターの雰囲気で決めても盛り上がらないし、中継ないならなおさら。セリーグって個々の放送権あるオーナーが強いから大変だよな。セリーグは割とそういうところが時代に追いついてないし取り残されてる。地元密着が悪いとは言わないけど、プロ野球って日本の国技みたいなもんと思うけどね。そんな個人になるのもどうかとは思う。数年前、広島にリーグ優勝の可能性があった東京ドームの試合を NHK が地上波で流してくれたことあったな。広島とほぼ無関係の関西地区でも流れてた。 NHK もしくは在阪局の粋な計らいに期待するしかない。